紙コップロケットはコップの底を取っちゃうととってもよく飛ぶんだよ。じゃあ実験してみるね。これは実験用の発射台。こっちはダイソーの写真立てに紙コップをくっつけたやつ。段ボールで角度30度にして飛ばすんだ。最初のロケットは工作図鑑にあったやつ。 そこがついたままの紙コップに1って書くね。まっすぐ押し込んで、発射。1.6メートル飛んだけど、格好悪いな。同じロケットを回転させて飛ばしてみるよ。2って書くからね。ここからねじっていくんだ。指先を離して、発射。 回転するとまっすぐ飛ぶでしょ ?1.8 メートルだったよ。このロケットにビッグラポンの入れ物をつけて回転させて飛ばすよ。2を消して実験3の3って書きました。ここでねじるんだね。発射。2メートル。ビックラポン号はまっすぐよく飛びました。 ここからが今日の工作です。この底を取っちゃうともっと飛ぶんだよ。カッターは大人に手伝ってもらってね。3置きして、4って書く。この実験はねじらないから。 回転しないんだ。発射。2メートルってとこ、やっぱりまっすぐ飛ばないんだな。じゃあ今度は回転をかけるよ。5番目の実験。これが一番飛ぶはずなんだ。ねじるよ。発射。3.1メートル。どう、飛んだでしょじゃあ作ってみるね。 時間も測ってみるよ。今日使うのはダイソーの水玉模様だよ。実験の紙コップより少しだけ大きいよ。輪ゴムを引っ掛ける切り込みは爪切りで作るよ。二つの輪ゴムをつなげるんだ。結び目が紙コップの真ん中に来るように引っ掛けるのがまっすぐ飛ばすコツだよ。 ゴムに印をつけて切り込みに引っ掛けていくと結び目が真ん中にくるよコップの底を取るよ。 ロケットは完成。これは発射台。この4箇所にも刻みを入れるとロケットをねじった時にゴムがずれないからまっすぐに飛びやすくなるんだ。ここでも爪切りだよ。輪ゴムを引っ掛けて。 ねじってもずれないからまっすぐ飛びよ。あ、これで今日の工作は完成。だいたい5分だったね。じゃあここで試してみようかな。少しねじって。机から発射。<noise> 床から発射。 廊下で発射水卵を発射まとめ 紙コップのロケットは回転させるとまっすぐ飛びます。コップの底を取っちゃうとすっごくよく飛びます。